これ何が駐車違反なの、何を言ってるの。ここのと通りずっと並んじゃってるんで、はい、駐車場もし入れないんだったら流してくださいって、うん、それだけです。何を根拠に言ってるの。駐車場に入るのに停車するって道交法違反なの。駐車違反とかじゃなくて、いやだから道交法違反って聞いてるの。一応俺 NHK 党の党首の立花です、うん、政治家です。立花さん、立花さん今ここに今だからそう止めてるから、君がチャイチェイってやるからさ待ってるんだよ。駐車場開くので違反だったら毒よ、直ちに教えて何法違反。違反あの見て分かるように車の邪魔になってるんじゃないですか。あの、ええ、警察官なんだから、ええ、法律上の話をしてもらわないと、これ邪魔になってるかなってないかって言えば、少なくとも渋滞はしてませんよ。移動のお願いなのか強制なのかわからないけども、強制じゃなくてじゃあお願いだとしたら、 お願いしてるんですお願いだとしたら何法に基づいてなの。いやこれが渋滞してるのは俺もわかる、わかるでしょ。だから渋滞してないじゃん、移動してください。いやごめんなさい、だから渋滞してないじゃん。何のお願いよ。並んでる人にさ、そんなお願いされて、昨日言われた人だけ列から出ていったら、並んでた時間どうなるのよ。お願いするなら根拠ないと、制服着たおまわりさんが。それ聞いてるのよ、本部でも確認してよ。こうなるじゃん、普通は。ちょっと呼んで。できないので、移動お願いします。ちょっと呼んでよ。何根拠よ、おまわりさん。います。うん、いや、おかしいって。これを排除するおかしいって。おかしいよ。駐車違反でも何でもないじゃん。みんな、並んで待ってるんじゃん。渋滞もしてないじゃん。いや、おかしなことをお願いするのは、おまわりさんとしておかしいでしょって。そうそう、ちゃんと説明して。110番がまず入りました。110番入ったね。で、苦情が入ってるんですよ、はい、で それを言ってください、はい、で苦情に基づいて、うん、私たちはあくまでやっぱり110番が入ってしまえば、うん、あのそれに対応しなくちゃならないからまず一つですね。それはそうだよね、はい、でも110番が入ったからって言って、ちょっと上上がろう、はい、でそれおかしいよ。あなたの気持ちとしては、はい、本当にこれがね、迷惑なのかと言われるか、私たちもそれは疑問は思います。ただ、なんていうんですかね、これがじゃあ、駐車違反にならないかと言われてしまうと、はいはい、道路交通法上だと、やっぱりこの一時的な停止であっても、まあ、実際、取り締まる基準にはおそらく達しないと思います、はい。ですけど、駐車違反か駐車違反じゃないかと言われてしまうと、うん、やはり駐車違反ですと言わざるを得ないんですよ。あ、そういうことなの。そうなんです。駐車違反だからどけと。そうなんです。一応、あ、どうもどうもすいません。だから、駐車違反だったら、はい、取り締まりするべきなんじゃない。あるいは、はい、その上で説明しないとさ、はい、普通僕の認識だよ、うん、駐車場が満車で、駐車場待つなら並んじゃうのは当たり前じゃないかってことですよね。いや、どこのスーパーとかもそうじゃん、うん、そうなんです。で実際苦情の110番が入ればもうそこはスーパーだろうが、例えば全然違う遊びスペースだろうが、やっぱり我々警察としてはそこのところに行って、ここはやっぱり一応黄色いこの、ちょっとだいぶかすれちゃって消えなくなっちゃって、駐車違反の場所だっていうのは私も理解してます、はい、ありましてですね、それは理解してますよ。 でもこちらのお前さんに聞いたら駐車じゃないとおっしゃるから、あ、お願いだとおっしゃるから、おいおいおいって話になったんですよ。ごめんなさい、あのちょっとその説明が間違ってたと思うんですけど、あの駐車違反は駐車違反なんですよ。で、あの、いや、実際ね、目の前で駐車違反を見つけたら、正直検挙しないといけないんじゃないの。今度そこが、私も道路交通法詳しいわけじゃないんですけど、道路交通法の難しいところっていうか、取り締まりの基準と取り締まりをしない基準っていうかあったりするんですよ。それはもちろんわかるけどさ、法律って多分よくご存知だと思う。勉強されてるのよ。N 党のそれで、ね、いや、わかってるよ。はい、俺それこそ代々木警察の被疑者としてやられてるからね。代々木警察は俺のことを被疑者として今あれ執行猶予2年6ヶ月の一審判決もらってるから、代々木警察が NHK の言うことは聞くけど、ね、俺の言うことは聞いてくれない警察たち知ってるけど、そういうつもりではない、そういう話じゃなくて、はい、ね、これ渋滞も何もしてないじゃんこの道。おそらくなんですけど、あんまり公言できないですけど、やっぱ苦情を入れてる方としては、まあ、普段からこの光景を見ていて、分かるよ分かるよ、あのこう何か心に引っかかるものがきっとあって、そうだよね、うん、それは一人の国民のね、うん、不満だと思います。そうなんです。でこれだけの大きな駐車場をね、東京都がやってるわけじゃないですか、はい、これだけの大きな駐車場なんだから、はい、待てば当然こんなの30分も待たずに開くんですよ。そうですね、はい、で皆さんはそれをちゃんと端側に寄せて交通の妨げにならないようにやってるわけじゃないですか、はい、それをたった一人の通報をもとにね、はい、そんな曖昧な根拠で列を崩せと
喧嘩になりますよ。よくわかります。あのもう私もこれ今回初めてじゃなくて、うん、何度かこの並んでる人同士が喧嘩になりますよ。要は公平感出ると思うんですよ。前の方の人ほど長く並んでらっしゃって、そう、僕2番目に並んでるんですよ。そうですよね。長く並んでらっしゃって、一旦捕まえてくださいよ、僕。裁判で争いますよ。だって判例ないでしょ。おそらくだから、あの、乗車されてるから、じゃあこれをね、あの、切符切りましょうとかっていうのは、おそらく不可能だと思う。ないですよね。うん、できないと思うんです。私もね、全部法律でガシガシやろうとは思わないけども、うん、毎週のようにここに休みの日、犬連れて散歩来てるんですよ。はい、で、皆さん、並んでらっしゃいます。うん、そうですね。でも、この通り行って、僕ももともとこの5丁目に住んでたから、渋滞しないです。昼間にね。そう、流れてる。流れてますよね。はい、実際。そう、流れてるものに対して、はい、ある意味ルールを守って駐車場を待ってる人たちがね、それでこれ流せって言い出したら、それはちょっと僕ね、警察の越権行為とまで言わないですけど、一人の苦情を入れてる人に対して偏った業務の遂行されてるんじゃないですか。すみません、業務がですね、すべて一件のものについても必ず組むっていうスタンスなんです。あ、違うんだよ。通報入った時に、はい、いや、分かってますと。あれは交通の妨げにもならないし、運転手が乗車しているから、駐車違反にならないですと、はい。という説明で、その人は終わるわけですよね。まあ、結局通報を受けてるところは通信管理、いや、だから通信管理に関して、相手の連絡先聞いて説明すればいいわけでしょ。そこの人たちが、正直言ってしまえば実務経験がそんなにない人たちだ。いや、ごめんなさい。別に、通信の110番の人は直ちに警察官を向かわせます。うん、いいと思うんですよ。そうですね。でもこれ毎週っていうか、まあ、休みに必ず起こるわけでしょ、はい、起こりますね。そうすると次回からは、それでいいし、はい、何よりも臨場されたお巡りさんが状況を見て、はい、あ、問題ないなと。それはこちらの立場としての話なんですけど、流しますね。で、全部車がなくなったとします。例えば、はい、そうした時におそらくここの警備員さんの協力を得て、不公平感がないように、その後並び直さないように、ちょっとこの 車線止めてくださいとかって話に結局なってしまうんですよ。一緒のことですよね。そうするとこの車線結局使えないんですよ。私たちもすごくそこはおかしいなっていうのは思ってるんですけど、だからおかしな状態で、いや僕ね、お前さんがこうやってやってるけども、はい、不本意だなと思いながら手振ってると思うんですよ。いや、やってると思うんですよ。ただ弱いところが、通報者を一人でも、てかその一人の通報者の通報が、まあ、説明すれば終わりっていう話なんですけど、いや説明、そう、公共の福祉を一番に考えなきゃいけないわけだから、はい、通報者お一人に対しても公共の利害を考えた時には、はい、特に安全をね、阻害してるわけでもないし、毎週のことなんだから、公園利用者がすごくおるわけだから、その通報者に何か著しい危険や不安を与えてるなら別ですよ。それはちょっと言い返してもらえないですかね。そういうふうになってもらいたいんですけど、実際、例えばこれが、この違反とか関係なくて、どこかに若者が集まってて、それが迷惑だっていう100番が入ってありますよね。それが全く要はここに触れてない場合も多いありますよね。いや、っていうか一過性のものだったら、はい、今日だけお祭りしてるんだと分かるんですけど、じゃあ明日もゴールデンウィークですよね、明後日もゴールデンウィークですよね、はい、同じように並びますよね。どうするんですか警察は。その都度また来るんですか。100番が入った、100番が入らなきゃ正直来ないんですか。実質的にこれをどかしてまでっていうの必要性を分かりました。最後に僕もカメラに、これ本当110番してる人申し訳ないけども、公園で遊びたい人の気持ち考えてください。おまわりさんに無駄な作業させないでください。もうそれだけです、お願いは。で、おまわりさんちゃんとね、110番ちゃんと臨場してるんで、上司の方もさすがにこれはね、毎回毎回の光景で、このようにこうやって全然渋滞なんかしてないんですよ。皆さんこう左並んでるんですよ。誰にも迷惑かけてない行為なんで、ぜひ上司の方は対応してください。以上です。すいませんでした。